ユリウス三世は、ルネサンス教皇の最後の一人とも言われる、対抗宗教改革期のローマ教皇。本名は、ジャンマリア、または、ジョバンニ・マリア・チオッキ・デルモンテ。1545年に始まったトリエント公会議の第一回期の指導的人物であり、教皇としても第二回期を開会しているが、諸公の政治的思惑から、 十分な成果を上げられないまま公会議を閉会させるに至った。ジャンマリア・デル・モンテは、ローマ出身、父は、巧妙な法律家であった。ジャンマリアは、シエナ大学で法律を学ぶと、叔父の後を継いで1512年に、教皇ユリウス2世からシポントの大司教に任命され、1520年以降は、パビアの司教も兼任した。 1527年にローマ略奪が起こると、クレメンス7世側から神聖ローマ帝国軍に差し出された人質グループの一員となった。彼も他の人質のように、カンポでフィオリで殺害される寸前であったが、コロンナ家のポンペオ数奇教の尽力で秘密裏に解放された。1536年、パウルス3世の引き立てで、パレストリーナの名義主教に任命された。 ここで彼は、パウルス三世の有能なブレーンとして活躍し、1545年12月に、チェルビーに数奇教レジナルド・ポール数奇教とともに、トリエント公会議開会,会時の議長と、教皇特使を務めている。公会議の中でも教皇派と神聖ローマ帝国派の参加者たちの議論が引き起こされたが、彼は、教皇派数奇教のリーダーとして完全と行動し、 1547年に、公会議をボローニャに移転させるに及んで新聖ローマ、皇帝カール五世を憤慨させた。パウルス三世没後のコンクラーベは、数期教会が三つの派閥に分かれて争うことになった。皇帝派、フランス派、そしてファルネーゼ家の支持者たちである。十週間という、長きにわたる、選挙の結果、各派の妥協案という形で、 デルモンテが新教皇に選出され、恩人である、ユリウス二世の名を継いで、ユリウス三世を名乗った。当然、カール五世は、この結果が面白くなかった。教皇として、まず行ったことは、前教皇パウルス三世の孫であるオッタービオ、ファルネーゼを、パルマコとして承認したことであった。また、芸術のパトロンでもあったため、ユリウス三世は、 新学者としてよりは、芸術と建築の愛好家として記憶されることになる。音楽もこよなく愛し、作曲家、ジョバンニ・ダ・パレストリーナをローマに招き、マエストロ・ディ・カッペラに任命している。ユリウス3世は、カール5世の申し入れを受け入れる形で、中断されていたトリエント公会議を1551年に再開した。ここにおいて教皇は、カール5世と手を組み、 フランスとパルマ公国に対抗する構えを見せた。これは、フランスがオタービーを教えにしており、また公会議の再開に強く反対していたからであった。このため、この会議には、フランスの司教たちはほとんど参加しなかった。教皇は、最終的には、1552年に、ザクセン選定公モーリッツが勝利して、 カール5世の勢いが弱まった時期にフランスとの妥協を選び再開されていた公会議を再び休会している。トリエント公会議は3代後のオピウス4世が再開するまで中断されることになる。一方、イングランドにはポール数奇教を派遣して1553年にメアリー1世が即位、つかの間だったがイングランドが プロテスタントからカトリックに復帰したことを歓迎した。教皇就任にあたって、教会改革への強い意欲を評価された教皇も、教会政治と改革に対する熱意を失い、芸術や教楽に関心を移すようになっていった。ミケランジェロ・ブオナローティオ・サンピエトロ、大聖堂主任建築家に任じたが、特に建築家、ジャコモ・バロッチに建築させたビラジュリアにおいて教皇は、 取り巻きと共に、華やかな生活を送っていた。また、パルマの町で拾った17歳の少年、インノチェンツを、自分の兄弟の養子とし、数奇教に任命したことが大きな非難を呼んだ。ベレー数奇教の全員であった、フランスの詩人、ジョアシャンデュ・ベレーは、教皇のスキャンダルを、自分の死の中に織り込んで教皇の死後に発表している。同時に、ユリウス三世は、 イエズス会の良き理解者でもあり、1550年に特別な保護を与えている。また1552年にドイツ人司祭要請を図り創設したコレギウム、ケルマニクムをイエズス会へ委託した。教皇はそれまでのトリエント公会議の議決を直所という形で発布し、実行させようと考えていたが実現できず、1555年3月23日に67歳で、 よう去った。四月九日に、マルケルス二世が選出されたが五月一日に、休止。五月二十三日にパウルス四世が選出された。ABCD ・バンソン、P152。ABCDF ・シンカトリック大辞典、編纂委員会、P1102。石鍋、P152。モンタネリ、P314。プロスペリ、P22。AB ・スチュアート、 P228。モンタネリ。P319。シンカトリック大事典編纂委員会。P104P105。石鍋。P169P171。モンタネリ。P319P321。バンソン。P152P153。プロスペリ。P58P245。モンタネリ。P321P327。P ビニオーラ、P40P41、スチュワート、P228P229、バンソン、P153、石鍋、P171、AB スチュワート、P229、プロスペリ、P81P82。ありがとうございます。